こんにちは、ミスター M さん。カメラのアングル間違っちゃって、ちょっと前かがみでね、お届けしないといけないですね。まっすぐやるとこうなっちゃうんで、すいません。あ、ちょっと低くなりましょうか。はい、ミスター M さん、こんにちは。私ね、今日ね、胸を鍛えようと思って、例の、なんていうやつでしたか忘れましたけど、ダンベルを持ってね、こうバタフライをやろうかと思うんですよ。で、パンフレットの写真をちょっとね、見にくいと思いますけども、送ったんですけども、こうバタフライができるね、なんていうの、機材3万円以上するんですけども、あと7万円以上するやつもあるんですけども、まあ、3万円ぐらいのやつはね、どっかに設置できるかなと思うんで、あれをね、ちょっと今考えてるんですよ。でもかなり勇気がいりますね、ああいうでかいのは。パワーラックも買う勇気がなかったんで、あれってもう一回買っちゃうとね、おいそれとちょっと移動とかね、ちょっとしまっとこうってわけにいかないでしょ。だからちょっと気合いりますね。でもちょっと真剣に考えてます。で、とりあえずはダンベルでできる部分があると思うんで、当面はダンベルでね、胸を鍛えて大きな筋肉を作っていって代謝を上げていこうと思うんですよ。で、ちょっと見ていただきたいんですけど、よろしいでしょうかね。見にくいかもしれませんけども、このなんですかね、ダンベル、ちょっとアングル変えましょうか。はい、無編集です、いません。生々しいですね、無編集だと。こんな感じで、これをね、胸の筋肉でグイッと真ん中合わせて戻すときちょっと腕の筋肉使いますね、支えるのに。で、真ん中に持っていくときに胸の筋肉、そして背筋、背中を使って、相当意識して今ね、やってます。もう胸の筋肉がプルプルしてきました。やっぱり普段胸の筋肉使えてないですね。今喋りながらで息もキレキレなんですけども、重りがですね 1.25 を左右に4つずつつけてます。ですんで5キロ5キロですね、左右で。で、私の力だとこの5キロ5キロが本当にね、きついってことでもないんですけども、10回ぐらいやるとももうね、汗が吹き出てきますね。今汗がにじんできてる状態です。今何回やりましたっけ。 あと3回だと思います。ちょっと分かりませんけども、もうきついですね。上に行くときは楽なんですけども、こうやって戻すときにもうここでね、もう腕全体がくーかーすごいストレスです。うっしゃー、やった。顔の形までスタローンみたいな顔になっちゃいますね。うっしゃー、よいしょー、というところで、やってみました。フォームがしっかり見えてない部分があると思うんですけども、分かる範囲でまたアドバイスいただけたらと思います。今ね、胸がやっぱりこう筋肉痛っていうか痛いですね、終わった後。っていうのが実はね、今日午前中も同じようにやったんですよ。その時は録画しなかったんですけども、11時ぐらいですかね、午前中やって、で今夜の8時半です。だからかなり時間を置いてね、何時間かな、9時間後にもう一回やったみたいな感じです。今の私のトレーニングのペースっていうのは20分、20分、20分を1日のどこに設定するかなんですけども、午前中、午後、夜って感じでやってますね。で、なるべくローテーションで、で今日はずっとね、意識してやってなかったこのバタフライをちょっとやってみたんですよ。このミスター M さんのこの前の動画を見て、あ、バタフライの胸を鍛える、そして背筋を鍛えるためにはやっぱり バタフライかなと思ったんですよね。普段はこういう風な形で腕ばっかりやったりね、肩をやったりとかしてたんですけども、でスクワットはね、ちょっとやりすぎて今なんですか、膝とかね、足首がちょっとだけ痛むんで、あんまりやらないようにしようかなと思います。やっぱりこう超回復っていうんですかね、そこそこ筋肉にストレスを与えた後は休養を与えて筋肉が再構成するのを待たないといけないですよね。という形で今ね、順調におかげさまで足をやったり胸をやったり背中をやったり腕をやったりまた肩をやったりね、で首もまだやったことがないんで首も考えてます。まあ、そんな感じでローテーションでできてる感じですね。それからジョギングはもうね、ちょっと危ないんでやってないですけども、ウォーキングをね、しっかりといいペースで、1秒間に2歩ぐらいのパッ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 っていうペースでちょっとやってるところですかね。やっぱウォーキングもね、1秒に2歩のペースでやると汗じっとりかいてきて、相当お腹が空きますね。お腹は空きますね、なんか体を動かしてると。で、聞いたところによると、基礎代謝と同じぐらいの
カロリーを消費した方がいいのかなとか思いますけども、ちょっとその辺ね、カロリーの摂取量をどのぐらいにした方がいいのか、それから栄養素をどういうふうに取ったらいいのかね、もう一回洗い出してみようかと思います。これはやっぱり、個人差もありますし、こうやってねカウンセリングを受けることも限界があると思うんですよ。タンパク質を多めにっていうのをいただいたりとか、食事を誤解みたいなのもいただきましたけども、なかなか限界があると思いますんで、自分で数値を下ろしてみたりとかね、食材をこうちゃんと数えてみたりとか、一旦デスクワークをしないといけないのかなっていうところまで来てます。で、食事はね、本当にね、炭水化物を極端に取らないとダメですね。筋肉がすごく痩せていくっていうか、疲れやすくなるっていうか、それからね、私気づいたんですけども、炭水化物をあまりにも取らないと、やっぱり脳にあれですね、ブドウ糖がいかないんですかね、なんかその気合が続かないですね、やっぱり。だから脳にしっかりと栄養をいって、メンタルをね十分にフル活用するために、脳にガソリンを入れる意味でも、その炭水化物っていうのは適量入れた方がいいし、で炭水化物を入れたら、だいたい1時間とか2時間後にこの筋トレを始めると全体的にうまく回っていくのかなって気がします。はい、長くなりましたけども、こんな感じで今日の私のメタボ47のプログラム終わらせていただきます。プランクの方もね、まあなんか私なりにマスターしましたんで、いろんな運動にこれから広げていって、もうプランクだけやっときゃいいみたいな感じではなくて、トータルでやっぱりやらないといけないですね。はい、本当焦らずに10年後の体を作るつもりで今から取り組んでいこうかと思います。そしてそれにしてもね、今年の夏はね、なんかその T シャツを脱げるようなタンクトップで過ごせるような、そんな肉体美を作っていきたいですね。お互い頑張りましょう。それではマッチョになりたい。